とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きますね。今日は、新しいデイリークエスト、出てた。ここ面白いよ。絶対王者からの挑戦状。多分、これ、超と極も、あると思う。超極あると思う。でも、ノーマルでも強いのよ。ノーマルでも強い。これ超ごくやってみたいな。まあとりあえず行くね。はい。なんとエンマ大王と戦うクエストなんだけど、ノーマルでありながらかなり強い。 HP も高いし、ダメージね、普通に4桁全然食らう。これ極とかになると相当やばいと思う。で見て HP、 見て敵の HP 全然減らないの。なんだろうね、これ極になるとやばいだろ。あ、エンマ玉ほら2000とか普通に食らう。かもしやこれ極ない、どうか分かんない分かんない。まあこれ超極出た人教えてください。もうそうやってみたいな。でまあ、うわっ、あぶね、エンマ玉とか食らえばもうだいぶ食らうもんな。で通常の殴りとかでも1000とか食らってくるから要注意の敵ではある。アイテム何出すんだろう。まだね、俺このクエスト1回しかクリアしてないんだけど、なんか出そうな気はするんだよな。すっごい強いやつが、必殺技メダルも何かしら来そう。うん、いや来てくれ、頼むから。今必殺技がねどこで出るかっていうのも調べていってて、まだね分かってないのがいくつかあるから、それをね知りたいのよ。でここで出てきてくれれば嬉しいんだな。いやしかしね強い、うん、で報酬が大経験値玉とあとなんかなのよ。さすがにもうちょっと神経験値玉とかそこら辺の報酬がね出てもおかしくないと思うんだよ、今回のアップデートで。なので多分ここはもっと難易度高いのがあると予想してる、うん、ノーマルでこの HP の高さ異常だもんね、うん、まあ、その異常さもあってここは超極はないのかなとも思うけど、でも大体のこのデイリーのクエストって彫刻あるでしょ。それを考えるともう間違いないのかな。ああ、嘘、戻っちゃった、戻っちゃいましたわ。まあまあぼちぼち行こう。ああ、ちょっと待って生身で食らうとなかなか痛いぞ。痛い痛い、もう800手前の人いるよね、レベル。早い早い。でもまあ前に比べるとレベルは上がりやすくなったよね。上がりやすくっていうか上げやすくなった。ラスボスと戦えばいいんだもんだって。でラスボスはデイリーじゃないから、おいおい2550バカじゃないのか。誰でもね募集しやすいからレベルは上げやすいよ今。うん、今チャンスだと思う。結構レベルをガンガン上げてる勢が今こぞってラスボス戦をやってるんで、パーティーに入りやすいもんね。募集もすごいあるからレベルを今上げやすい状態だと思う。よし、ラスト、あー取られた。なんか出た、あ、召喚メダルエンマだ。召喚メダルエンマ。でもそれぐらいか。
他にもなんか出そうなんだけどね。はい、ということで今日は絶対王者からの挑戦状やってみました。おそらく超極があると思うんだけど、わかんないね。で、ドロップ品でエンマの召喚メダルが出ました。エンマも多分強いと思うよ。はい、まあこれ出た時はやってみてください。ただノーマルでもめちゃくちゃ強いよ。むちゃくちゃ強いので、まあ、気を引き締めてやってみてください。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。